はい、今日はこちらを開封していこうと思います。じゃじゃん、ラブライブスクールアイドルコレクション。皆さんご存知でしょうか、ラブライブ、あの大人気アニメのカードゲームがこちらです。しかも第2弾、ワンボックス買ってきたんですけど、このカードにはあのスクフェス、スクールアイドルコレクションという、まあ、スマートフォンのゲームで使われているカードが実際に手に入るというこのカードゲーム、まあ、僕もスクフェスをやってるので、このイラストとかすごい興味あるんですけど、早速開けていきたいと思います。ちなみに僕はラブライブだとリンちゃんが好きなので、リンちゃんのカードが出ると嬉しいです。早速開けていきましょう。でもちょっと遊び方とかもわからないので、とりあえず一ボックス買ってみてからのっていう感じですかね。じゃあ早速開封していきたいと思います。あとまだ入る、おお、あ、なんか入ってる。あ、遊び方がちゃんと載ってますね。遊び方とカードの効果の見方など、ちょっと優しいですね、初心者にも。お、リストもあるんですね。うんうん、あ、シークレットっていうのがやっぱりここですね。まあ、メンバー1人ずつあるので、まあ、これ出たら嬉しいですね。何、バインダーも当たるのかな、これ。あ、でも各1人ずつ1234567、7種ずつある感じですね。であとはこの M、曲のカードですね。曲のカードが出る感じですね。まあ、ルールは後々、お、裏はプレイマットになってますと見ていくということで、実際ちょっと開けていきたいと思います。じゃあまず最初の5パックから。お、スリーブ入ってる。スリーブとカードが1枚なのかな。それで、じゃ、おお、小鳥ちゃん、小鳥ちゃんとスリーブ、これ1パックに1枚という、なんかなかなかこういうカードゲーム少ないですよね。ちょっと見ちゃったんですけど、お、リンちゃんに、お、ほのかちゃんのキラースーパーレアなのかな。あ、裏は、あ、これ裏もイラストになってるんだね。こういう感じで、あ、いき、ファイサーキーですね。これ何枚入ってるのかな、キラーカード。よし、じゃあこれスリーブも、スリーブ入れてこれ遊べますよってことですよね、完全に。じゃじゃん、おお、あ、これでスリーブ 3種類だね、きっと。せーので、おお、かよちんのノーマルですね。まあ、ノーマルちょっと一応置いときました。じゃ4パック目、じゃ、おお、おっしゃー、リンチョ来た。でも、まあ、これノーマルっぽいんで、多分しょっちゅう出ると思うので、そうするならこういうキラキラ欲しいですね。キラ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 センセーション、いきましょう。お、しまった、見ちゃった、2個に。スリーブなんだ。おー、
緑ね。ちょっとさちょっと開けていきますか。全30パックってことは30枚スリーブ手に入ってるんだね。やっぱ敷く欲しいよね。敷く、はい。まあここはスリーブで、せーの、ドンドン。おお、のんちゃん。でもノーマル続くな。封入率っていいのかな。はい、よし。もうほのかちゃん、いやちょっとやばいよこれ。ノーマルめっちゃ出る。え、こんなもんなの。キラの封入率めっちゃ低かったらちょっとやばいよね。はい、おお、お、せーの、おお、キラ。曲のカードもキラなの。そうなんだ。一応ちょっと置いとこ。でも初めて曲カード来ましたね。あれ。よし。じゃんじゃん行きましょうか。せーの、と。おお。あ、あれ？あ、ちょっとしたホロのカードも。ノーマルで、え、これどう、な、何色やってるのかな。多分レアプラス、あ、全部レアっていう扱いなのね、これ。ノーマルカードもレア、あ、 M プラスなのかな、これ。キラ封入率 3%。 これ100個買って3個しか出ないってこと。でもこれ M プラって意外と封入率低く、 SR より低く、でも意外と貴重なのかもしれない。多分ノーマルも出てレアも出る感じか。おーし、さあ、おー、りんちゃん、あれ、これなんかさっき見なかった。あ、気のせいか。ダブルじゃないですかね、この箱でダブったら結構痛いですけど。よし、おーし、あー、エイリッチね。皆さん何が好きなんですかね、ラブライブは。せーの、おい、やっぱ表が絶対スリーブなんだね。おー、マキちゃん、マキちゃん初だね、これ。ちょっと折り返し15パック目と。おお、あ、で、それ完全ノーマル多いじゃん。ちょ、とりあえず半分開けた結果、光ってるの3枚残り、やばいな。ってことはもう3枚くらいしか出ないのかな。残り15パックいきたいと思います。